はい、ユラシカダライブ、今日はですね、ベータストライク筋力イベントをやっていきたいと思います。いつものように推奨生物レベルが26から30ということになっています。で、今回厄介なのはこの真ん中のベータですね。で、これスピードが133って速い上にですね、さらにスピードを上げてくる飛びかかり、これを打ってくる可能性が非常に高くて、いきなりこれを打ってきて、なのでスピードをですね、かなり有利にするんですね。さらにはですね、これ速度耐性があるので、スピードを落とすことができないということになっているので、先手を取られると結構厄介です。まずこれ打たれて、スピードが上になった上で、そして回避攻撃を打ってきて、そして嫌になったら逃げるということをするので、これ厄介です。あと、両側2人はね、そんなに怖くないです。デルタと、そしてブルーなんですけど、まあ、厄介なのは、いきなり飛びかかりで2370とか、いきなり飛びかかりで3160っていうのを与えてくるということぐらいでしょうか。で、ブルーはダメージ軽減持っているということ、スタン耐性持ってますね。デルタの方は耐性持ってないということなんです。さあ、いつものメンツでいきたいと思うんですけど、まずスコタトルからね、順に流していきたいと思うんですが、ポイントはね、ベータに対してどういう対策を取るかということで、速度耐性があって、スピードを上げてくるということが分かっているので、さあどうするかっていうことなんですね。で、こっち側がスピードが速いので、先手を取れるんですけど、向こうがスピードを上げてくると。で、133から、スピードはどのぐらい上がるんですかね。20%上がると抜かれてしまうので、だからといって速度耐性持ってるわけじゃないから、はい、ここはね、とにかく削っていくしかないかなと思います。で、次のターンは即時妨害打って逃げるということか、もしくは1ターン耐えて回避攻撃を、無効化攻撃を打っていくということぐらいかな。はい、これね、次のターンがちょっとね、厄介なんですよね。2187を打っていくという可能性があるので、はい、ここは無効化攻撃でしょうね。そうですね、回避打ってくるんで、はい、ここは、はい、無効攻撃打っていけばいいと思います。さあ、これでも先手が取れない、取れましたね。さあ、ここで向こうはですね、後退してくるんじゃないかと思うんですけど、あ、してこない。してこなければこっちの思い通りですね。死んだのにね、歩いて帰っていくというですね よくわからないやつですけど、さあ、これに対して、削っていくという方法もあるんだけど、そうするとこっち側が死んでしまうので、はい、ここはですね、ホルサウラーにしたいと思います。これブルーだっけ？デルタでしょ？スタンかからないかな？あ、かからなかったね。はい、じゃあまあこれでとりあえず、はい、こっち側が次打っていきたいと思うんですけど、これ軽減がかかってるから1回で倒せないね。となると、はい、まずは、はい、牽制だけ軽く打っておいて、次のターンで倒しに行きましょうかね。はい、これ耐えれるので、これ1倍で倒せるかな？ 1 倍で倒せるね。あ、こうなるともうね、楽勝です。次のターンは、はい、先手が打てちゃうので、先制攻撃打てちゃうので、はい、余裕ですね。はい。ということで、まあ、今回はですね、まあ、そんなに難しくはないと思うんですけど、まあ、フォルサーラとスコタウトルというですね、2体、レアとレジェンドでですね、倒すことができましたので、皆さんもやってみてください。報酬見ていきましょう。ベータ、そして、はい、アランカということですね。終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。